キュアカンパニー代表の関根です。地域まちづくり系ということで、まちづくりの非常識な教科書、35万円で10億円の経済効果を生んだメソッドということで、吉川美希さんと読めればいいんでしょうかね。そう、これも、もう本当にすごく、吉川さんですね、吉川美希さん、もうかなり泥臭く漫画が書いてあってですね、この方、もともとはその地元で道路が広がると、それを反対する署名活動を行ったんですけど、まあ、そこで気づいたのが、反対運動という否定的なやり方では物事は進まないということであったということと、あとあれですね、いろいろ参考なんですけども、既存の組織は使わないと、賛成してくれる人だけで新しい組織を作るということで、そうなんですよ。そう、これはすごく今自分がやってることの参考になりますし、まあ、まさに時矢カンパニーというものとか引き起業塾っていうのは、既存の組織を使わずに、まあ、新しい組織というかですね、新しい仲間とやってることなので、もちろんその既存の組織の方々に助けていただきながらってことになるんですけども、改めてそう、まず小さくそのね、既存を使わずに新しいところから始めることであるとか、非常にこれも参考になりますし、あとあれですよ、行政がコンサルタントに頼むと、まあ、こうなりますよみたいな話、失敗例とかですね、本当ね、何とも言えないことが書いてあるんでですね、非常に参考になります。それでは。